野さん、はい、今回何しますか？なんて今回は、今回何にしましょうか？はい、今回はね、はい、体の捻転について。正しい捻転の作り方とかですか？まあそういうことです、簡単に言うと。まあ大事じゃない？大事ですね。うん、でよくさ、アマチュアの方たちに、はい、なんかこう下半身をしっかり固めて上半身回せとかってよく言う。まあ別にいいんだけどね。それが捻転さって思ってる人いますもんね。もうそれが捻転さなの、うん、捻転さじゃない？でも捉え方の違い、うん、それって、はい、じゃあ60歳でも70歳でもやっていいのって話なの。別にジュニアでも、うん、じゃあ体が柔軟性がない子たちがやっていいのかって言ったら、うん、僕はそう思わないです、うん、怪我にもつながっちゃう。そう、僕らがジュニアの頃、まあ、ゴルフ始めた時っていうのは、はい、トップに来た時に腰が45度で、はい、肩が90度ぐらいって言われてた、うん、でも今さ、そんなんじゃなくて、うん、結構ね、腰もっと回ってんのよ。回しますよね。うん、で肩も90度と言わず、うん、100とか110度いく人たちだっているわけよ、うん、そういう捻転ができるようになるためのポイントっていうのを今日はちょっとね、教えたいなと思います。お願いします。さっきも一番最初に話したように、はい、下半身がっちり固めろっていうのをまず忘れてほしいの。取っ払って、そう、はい、もう下半身を固めて肩が回せる人たちっていうのは、はい、もう相当柔軟性、うん、やっぱ可動域が広い人たち、うん、例えば僕だってこれ下半身回さずに肩回そうとしたら、はい、このぐらい、うん、このぐらいなんですよ、はい、でこれで無理やりね、こういう私ぐらいの可動域の人が、はい、これでトップに持っていこうとしたらどうなるかって言ったら、肩ここまでしか回ってないよね、はい、じゃあここだったら、多分正しく言ったらまたここにしかクラブないと思う、はいはい、でこれをどう持っていくかって言ったら、下半身は動かしたくないから、はい、どうするかって言ったら手だけこうやっちゃうじゃん。そうしないとできないし、はいはい、うん、だからそうなってくると、はい、もう全てがおかしくなる、うんうん、だからその考え方は本当にまずは自分の体可動域をまずは知った上で、それできるできないの判断がまず一つと、僕が一番おすすめしてるのは、はい、もう簡単にね、いつもね、はい、あのそのポイント言って、はい、もうみんな良くなる、よく回転できるようになる、うもう意識、誰でも、うん、体が硬い人でも、体が硬い人でも、はい、初心者の人でも、はい、嬉しいねなんかね、で、中級者から上級者の人までも、もう全て、女性の方も、はい。男性の方も、はいはい、おじいちゃんもおばあちゃんも、はい、全ての人。なで、ジュニアも、はい、うるさいお前、ほんとしつこいわマジで。左のお尻のポケット、はい、ここ左のお尻のポケットあるじゃん、はい、これを目標に向けるだけ。うん、左のお尻のポケットを目標に向けてほしいのまず、はい、こうやって。そうするとさ、今何が起きたかって言ったらさ、はい、左のポケットだけ向けたつもりなのに、うん、上半身が結構回ってんの、うん、これは、うん、要するにこう下半身と上半身くっついてるから連動して、はい、下半身が回ってくれれば上半身回るわけ、はい、だからそこを止めずに回すっていう、はい、左のお尻のポケットを目標に向けることによって、うん、体の上半身も回ってくれますよ、うん、でプラスこれ腕もあるじゃん、はい、腕があってちょっと勢いづいていく、はい、まあ、もちろんこうゆっくりずっと同じスピード上げてる人いないじゃん、はい、ちょっとずつこう勢いづいたり、クラブヘッドの重さによってちょっとこう捻転が加速されたりする、はい、そうすると肩がさらに回って、これ多分90度以上回ってるよね、多分ね、回ってるよね、これ多分100度から110度の間ぐらいだと思うんだけど、はい、そういう回転を得られることができますと。なるほど。基本じゃないですかこれ。基本、基本だけど、でもその基本をいろんな動画を見て、はい、どれが基本かが分かってない人たちがいるじゃん、うん、もう一つ言うのであれば、はい、クラブを持つじゃない、はい、まず僕が絶対にこうやるのは、左のお尻のポケットを目標に向けるって言ったけど、これ最初からバンってやるんじゃなくて、はい、グリップが右の太ももの前に行くまでは、はい、腰の回転ってちょっと、はい、ちょっとだけストップしたいだけ。なるほど。ガチじゃないけど、はい、うん、
でここまで来たらこれも回しちゃっていい。そう、ポケットをターゲットに向けてトップを作るみたいな、はい、そうするとこんなに回ってるよって、決して下半身止めすぎて多いよね。なのでポイントは左のお尻のポケットです、はい、この見せてくださいと、はい、どこに見せればいいんですか。ターゲット目標に、そう、これが新しい粘点の作り方なるほどになります。なるほど。ちょっとこれ余談していいですか。はい、余談なんですけど、はい、先日ちょっととある講習会に行きまして、はい、解剖学っていう難しい話の講習会あったんですが、はい、あの肩を回すとかよりも、うん、股関節を動かさないと肩も回らないっていう、はい、体の作り的にもそういうことをちゃんとしたことを聞いたので、はい、お、伊野さんちょなんか正しいこと言ってるなと、はい、僕ちょっと思ったんで、なんか僕ちょっと感動しましたね。あ、そうですか、はい、伊野さんがなんか慎太郎が知らないところで僕はいろんなことを学んできてるんですよ。なるほど、はい、